鳥の声で目が覚めた。はっとして周りを見渡すと、そこは自分の部屋だった。いつの間に。地には花々と虫、森には水と緑と獣、そして水場には見目麗しい妖精たち。人跡未踏の土地にして。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。いいや、とてもとても話にも何もならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。いいや、とてもとても話にも何もならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。をしているだけで悲しみはそこここに積もる。日に干したシーツにも、洗面所の歯ブラシにも、携帯電話の履歴にも。この人はいかにも優しそうに話す。まるで壊れ物に触れるみたいに。でも息
をするのも辛かったあの頃、あなたは周りの声ばかりを聞いていて、私を信じてはくれなかった。だな。
悪い、忘れてくれ。待って、そうじゃないよ。なんでそういうことになるの？おかしいよ。いや、おかしくはねえよ。自分のことは自分で、当たり前のことなんだ。そうね。違うよ、二人が言ってること全然違うもん。あのね、ヒッキー一人の責任じゃないんだよ。考えたのはヒッキーだし、やったのもヒッキーかもしんない。でも私たちもそうだよ、全部押し付けちゃったの。いや、それは違うだろ。違わない。こうなってるのってヒッキーだけが悪いんじゃなくて、私もそうだし。そうちゃん、あの時そうちゃんを傷つけた狼は私。私なの。言わなきゃってずっと思ってた。今まで苦しかった。分かってた、ずっと。雪の秘密、誰にも言ってない、誰にも言わない。だからもう泣くな。泣いてないよ、しずくだもん。私はお前が好きだ。今だ、前よりずっと好きになった。もうずっと話もしていないじゃないか。そうだな、でも見てた、ずっと見てた。After serving the world for over 30 years, the space shuttle turned
見てた。Thank you.
すげえ遠くにいるから。世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって。